まさかの21歳でしたけど、いや、いいキャラでしたね。面白いですね。はい、次はどんなチームでしょう。次はこちら、愛三工業レーシングチームです。やった。自動車部品メーカーの愛三工業株式会社を母体とする競合チームです。メンバーは岡本隼人、早川智弘、そして黒柳敷、渡辺翔太郎、麻生圭生、そしてダミアン・ボリエ。さあ、それではどうしたんですか。ダミアンさん、マリアさんです。はい、かっこいいですね。まずマイク持ってるのは岡本選手ですね。チームの特徴とかいろいろ教えてください。そうですね、はい、今年はダミアン選手の加入があるっていうことで、はい、その力をお借りして日本人で、はい、あの上位を狙っていって UCI ポイントを獲得する。うわ、今回の目標です、はい、ダミアンさんの加入でチームがパワーアップしたということですか。はい、そうですね、うん、あのやっぱり本場のフランス人の体の力を、はい、もう走りながら教わって、っていうのがもう今のチームの形になる、はい、ダミアンさんも一言いただきたいですね。もう日本語ペラペラなんです。日本語ペラペラなんですか。なんか一言いただいてくださいダミアンさんから、はい、なんか喋はるでしょ。 Can I have a short message for your audience in Japanese? 応援してくれてありがとうございます。ありがとうございます。喋れますやん。じゃあすごい好感持てるわ。いやー、かっこええな、ね、チーム史上初の日本人、外国籍選手ということで、アイサン工業レーシングチームに入りました、ダミアン・モニア選手です。はい、また注目ですね。注目でございます。ありがとうございます。他どうでしょう。ちなみに台湾勢で優勝を飾ったスプリンター岡本選手、そうです、今マイクを持ってね。あ、岡本さん、はい、すごい、チームの調子も良さそうです。はい、良さそうです ね。そしてちょうど真ん中に今古谷さんのところにマイクが止まりましたので、一言お願いします。ま、入ってますんで、今回兄弟で揃うということにもなりますよね。そうですね、あの島野にあの弟のサヤという選手がいるんで、先ほどいたんですけど、はい、兄弟対決もあの楽しみにしてください。すごい違うチームなんですね、でもね、兄弟で、そういうところも注目でございます、はい、まだまだ話したいところですけども、そろそろお時間です。愛三工業レーシングチームフォトセッション移りましょう。すげえふくらはぎ。いや、早川さんも実力ある選手ですしね、本当にこの愛三工業今年爆発する可能性秘めてますよ。皆さんでももうチラチラね、うん、好みの選手を決めてる感じですね、浅草さんもね。メディアの皆さん大丈夫でしょうか。改めて大きな拍手をお願いいたします。愛三工業レーシングチームでした。頑張ってください。ここまでで、はい、俺より濃いなと思う選手は、あ、顔だけですか。キャラだけでは中畑が一番濃かったんですけど、はい、顔の濃さ